ニュースマグビです。ドラえもんの秘密道具のうちの一つである透明マントが最新技術で実現するかもしれません。透明マントとは、かぶると透明になれる秘密道具。何でも透かしてしまう不思議なマント。光学迷彩の研究に取り組むのは稲見正彦東京大学先端科学技術研究センター教授。これは入射した光を散らすことなくまっすぐ戻すという特殊な素材である再帰性反射材を使ったマント。リアルタイムで撮影されている背景をマントに投影すると周囲に溶け込み透明になったかのように見えるそうです。ニュースマグビ